松田このか、牛尾紗理奈、里光さんを支える。里光さんがブログに写真で振り返る東京ドームライブという記事を更新。その中で牛尾紗理奈から蜂って書いてある蜂蜜をもらったので飲んだ。ありがとう。元気になってリハを乗り越える。友達になったのでサリナって呼んでください。という割に佐藤さんとだいぶ距離のある呼び方をしてくるので気になってる。どうでもいいけど、とナッチョから差し入れがあった話を。ちなみにナッチョは師匠の時は里光さん、友達の時は佐藤さん呼び出そうです笑い。そして当日の朝にお茶を飲んだ話を。松田このかから素敵なお茶をもらったので当日はそれを飲んで向かいました。これがめちゃくちゃ美味しかった。ありがとう。春日ロケションで会ったらまたお礼言わないと。二人の弟子からのプレゼントに助けられた私は体調を整えて当日と里光一門のエピソードを書いていました。これを知ったお日様たちは、里光一門のプレゼントめちゃめちゃ良いな。ナッチョとこのちゃんの弟子ムーブさすがすぎる。